今回は、有価証券報告書の見方、まあ、決算書の見方とかをやりたいと思います。で、まず、ユニクロで見たいと思います。で、ファーストリテイリングですね、ユニクロは。正式名称って言いますか。屋号じゃなくて、会社名はファーストリテイリング。で、だいたいヤフーの検索でファーストリテイリング会社名有価証券報告書と打っていただいて、で、まあ、有価証券報告書が、国が定めてる、まあ、上場してる会社は絶対出さないといけない、そういう決算書になります。決算の状況とか財務状況とか、まあ、これは提出しないと、まあ、上場してる会社は義務があると。で、まあ、見るときは何個かあるんですけど、まあこれはユニクロのサイト、ユニクロの株主向けの情報が IR 情報っていうのがありますんで、それで、まあ、有価証券報告書を開くと。で、あともう一つは、これもよく使うんですけど、株主プロっていう、これも一応まとめられてるんで、これも便利です。出して、これでこう。これと同じですよね。まあ、多分中身はだいぶ同じなんで、で、まあ、まず、まあ、連結と提出会社の経営書とっていうのがあるんですけど、まず連結は、そのグループ全体ですね。全部ひっくるめて。で、提出会社は、その、ユニクロ本体の、ファーストリテイリング本体のですね。まあ、グループ会社を持ってる、子会社を持ってると連結っていうのが出てくるんですけど、どっちで見るべきかって言いますと、これ、どっちかって言って一般的には連結で見た方がいいとは言われるんですけど、単体でどれぐらい稼ぐ能力があるかって言ったらこっちで見た方がいいと思う。使い分けした方がいいかなと思います。で、経営書等ってあるんですけど、これはこの2つは、まあ、主要なのが出てます。まあ、概略と言いますか、その損益計算書っていうのがあるんですけど、まあ、損益利益がどうやって出てくるかっていうの、そういう細かい数字を見るのはこれじゃなくて、これはあくまで概略ですね。全体を見渡すのに役に立つ紙です。で、これは連結と、個別のその会社の単体のがあります。で、有価証券報告書で見ると、1,2,3,4,5期ですね。5期あるんで、まあ、ウォーレン・バフェットなんかは10期見るらしいんですけど、必ず投資する前は。まあ、見れるんだったら見るべきだと思うんですけど、まあ、5期見れますんで、で、まあ、54期の開くとまた5期ありますんで、まあ、10年見れるかなって、10年近くか見れると思います。で、まず単位がこっちにありますんで、その単位で考えていただいて、そうすると売上が100万単位だから、100万1000万1億10億100億1000億2兆ってことですね。まあ、そんな感じで見ていきます。で、見ていくときに、私なんか昔よく見たのは一株あたりですね。こっちが全体のその利益ですね。で、これが一株あたりで割
割った発行株数が何株あるんだか分かんないですけど、発行株数で割った1株あたりですね。で出して、でここら辺の利益の違いなんですけど、包括利益と利益っていうのがあるんですけど、親会社の所有者に帰属っていうの、あ、両方とも親会社の所有者に帰属なんですけど、まあ当期純利益、あ、当期利益っていうのがまあ普通の利益で、包括利益が株の評価益、株で普通は入れないんですけど、そのなんていうかな、持ち方によるんですけど、短期間で売買するようなのはこっちに入ってきます、上に当期利益に入ってくるんですけど、長期間で売買するようなのは包括利益の方で入れるんで、その長期的に持ってる株をの評価損、評価含み益、含み損っていうのも加味したのが包括利益になります。まあどっちで見てもいいかなと思います。あんま変わんないですね。で親会社使用する持ち分、あ、ごめんなさい、これよくわかんないですね。親会社所有者に帰属する持ち分、あ、持ち分だから、これは利益ではなく単なる持ち分ですね。まあ純資産とかになってくると思うんですけど、純資産だと思う。純資産で、この資産の貢献で、一株当たり所有者帰属持ち分も純資産ですね。でこれ一株あたりで出してますね。希薄後、もうあんまり細かいことは気にしなくていい、いいって言っちゃあれなんですけど、私はあんま気にしないで見てます。まあ希薄後で見てるかな。希薄後一株あたり、まあ、1590円で一株9100円なんで、まあ前 PBR の動画で示したもので言うと、まあ9000÷1590 でやると PR が出てきまして、だいたい何年だろう、8年、8年じゃねえな、もっと少ないっすね、6年ぐらいで、あ、PR じゃないですね。すいません。これは PR じゃない。株価は出てないですけど。まあ、だいたい6年間ぐらいで今の持ち分を倍にできるような利益が出てると。非常に高いですね、利益が。一株当たりはこんなぐらいで、まあ、全体だと100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、だから1400億ぐらい。そうですね、はい、まあ1400億ぐらい、まあ大企業だとだいたい1000億ぐらい出してきますんで、2000、3000とかも出してきますんで、なんでソフトバンクとのいい時とかと比べると、まあ少ないっちゃ少なく見れるんですけど、まあ、安定性がありますんで、ここら辺はあんま見てないですね。で営業活動によるキャッシュフロー、キャッシュフローを見ていただいて、でまあ営業活動っていうのが本業の営業による売上とかですね、売上原価を引いて得た収入ですね。で投資活動によるキャッシュフローは資産を買ったとか、どっかの会社買収したとか、例えば資産を売ったと売って得たとか、資産を
株を売って得たとか、そんな感じで、財務活動によるキャッシュローは借り入れしたとか借り入れ金を返済したとか、この場合マイナスになってるから返済してるんだと思うんですけど、はい、また詳しいここら辺のことも言いたい、説明したいと思います。で、まあここら辺は尖閣と言いまして、どんな感じで会社がなっているとか、ウィキペディアなんかにもここら辺は結構詳しく載ってるんで、そのウィキペディアの方が読みやすいかなとは思うんですけど、で、まあここら辺を読んだら、私はこういうとこはほとんど読まないです。読んだ方がいいんでしょうけど、そんな時間があんまりないんで、まあ何があったとかは、このリスクとか、今回はこうだったから業績はこうなったとか、来期はこうなるとか、経済状況が、景気がどうなるこうなるで、こう利益が上がる下がるとか、そういうことも書いてあります。まあでもあんま読まないです。この辺部門もか部門ごとになってるんですけど、読まないです。まあ読んだ方がいい部分もあるかと思うんですけど、私はあんま時間ないんで読んでらんないんで、で読むのが損益計算書と、貸借対照表と、あれ随分さっきからと何かな、あここら辺ですね。まあこれも連結と単体があるんかな、単体があるかと思うんですけど、まあ、これで見ますと、連結でまず見ますと、これが貸借対照表ですね。損益計算書からいった方がいいかな。これが売上があって、売上原価。まあ、その製品を作るのにかかった直接的な原価ですね。それを引いて、総利益。これが粗利ですね。粗利が出て、販売費及び一般管理費は給与とか、まあ家賃ですとか、まあその他もろもろ売上原価に直接じゃないんだけど間接的なものとか広告費とかですね。で、持ち分法による投資利益っていうのは子会社の得た利益とかがここに乗っかってきます。そして持ち分による子会社とかですね、の得た利益の何パーセントとかが乗ってきます。で、まあ金融収益金融費用っていうのは、まあ貸し付けて得たものと借り入れて払ったものとか、そういうとこですね多分。で、法人所得税費用、これは法人税とかですね、法人税、法人所得税費用ってのは法人税ですね。で、差し引いたとこの利益が、これ100万単位なんで、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、さっき言った1700かですね。はい、っていう感じで見てきます。あれ個別のはどっかに出てないかな。まあとりあえずそれで見てきまして、でまあ大事なのは突発的な損益計算書を見る上で大事なのは、突発的な臨時的な収入で決算が良くなってるっていうのはあんまり一時的には上がるかもしれないですけど、先はあんまり期待できないです。なら固定資産を売却したとか株を売却して得た収益っていうのがこの下の方に入ってくるんですけど、営業活動以外のものですね、それが入ってきて一時的な利益、負ののれん発生益なんていうのもあるんですけど、合併した時にできる
合併した側を安く買い取った場合に発生するもの利益なんですけど、そういうのもまあ一時的には上がる要素になるんですけど、まあここで利益がまあできるだけ営業で、普通の通常の営業で得られるってことじゃないと来期も得られない一回ポッキリってなっちゃうと弱いんでまあここの営業利益がいいかどうかとか見ています。まあここは税金が結構払ってる、税金が100万1000万1億1億700億払ってますんで、結構払ってますね。そしたらあとは資産状況で、ここで大事なのはまあ流動資産が多くあるとですね。ここら辺のは帳簿とあんま変わんないと思うんですね。すぐ1年以内に現金変えられるもんなんで、いいかなと。で、問題はこちら辺で、例えば有形固定資産があるけれど本当はこんな価格じゃなくて、なんていうかな、あの劣化しちゃってるとか、まあ減価償却していくんであんまりそんなには下がんないと思うんですけど、あの実際にはその価格じゃないもの、うん、あのその価格通りじゃないものとかはちょっと見た方がいいです。あとに、これはあの資産としてはあの回収できなかったとか、そのぐらいの価値はなかったとかってなっちゃうと、あの過剰に、よく判断してしまうんで、その資産が本当にいいものかどうかをここでちょっと判断します。まあ、こっちで言うと例えば売掛金とか、あのこっちでもあの債権ですね、債権が回収できるものなのかとか、まあでも中身は本当の中身は分かんないんで想像するしかないんですけど、まあ分かるのもあると思うんですけど、これは何なんだっていうのはそこまで見てる暇がないっていうのもあるんで。でこっちはまあ負債ですね。負債は、まあ、できれば流動負債で流動資産で流動負債賄えるか、これは楽に賄えますね。で、非流動固定負債ですね。非流動は固定負債、1年以上1年超持ってる負債は55100万1000万1億10億100億1000億5500億に対して、固定資産が3700億で、まあでもこっちのがうんと余るんで、余裕で、回せますよね。このここが一番あるっていうのがいいことなんで、で負債ができるだけ少ないっていうのがいいことだと思いますんで。で細かいのは最初のうちはいいかなと思います。のれんとかは買収した時の相手の企業価値、ブランドなんてちょっと難しい話になってきたんで最初のうちはいいかな。国延べ税金さんもちょっと難しい、税効果会計って言うんですけど、税金を後で、減らす、そういった効果があるものです。デリバティブ金融資産はまあ金融資産なんでいいかなと思います。まああんま細かいこと気にしない、最初のうち気にしなくていいんじゃないかなと思います。金額にもよるんですけど。でこんだけ純資産があると、純資産が100万1000万
100万、1000万、1億、10億、100億、1000億。1兆円ですね、ほぼあるということですね。1兆円。ね、包括利益のはさっき言った、その株、長く持ってる株とかも入れるんで、その部分も足した額となってきます。あんまり気にしなくていいと思います。あと大事なのが、私は一番大事なのはこれかなと思ってます。キャッシュフローですね。キャッシュフローが、いいのがいいです。でこっちの数字はあれなんで、ちょっと言葉悪いんですけど、ちょっといじくれちゃう部分もあるかなと思うんで、木ずれっていう、その木にあげる、次の木にあげる収益もこっちであげちゃって、本当はダメなんですけど、まあ、場合によっていくらかいじれるケースもあるんですね。で、まあ、そういうのをなくしてこうっていう法律があるんですけど、それでもまあいくらかあると思うんで、あんまりなんていうかな、数字的に、まあ全、こうキャッシュフローと比べたらキャッシュフローの方がそういうのはできないんで、そういった部分でもこっちの方が信頼性があるかなと。でキャッシュフローはお金の流れ、お金の入ってきたのと減って、現金ですね、現金、現金が入ってきてどんだけ、支出したかっていうだけです。こっちは売掛金とかまだ入ってきてないんだけど、その現金になってないんだけど収益として、計上しなくちゃいけないんですね。売上でまだお金が入ってきてないんだけど、売掛金として計上するから売上になるんですけど、こっちはそういうのはなしですね。入ってきたもんだけ現金として、そうすると営業で得た現金ですね、まあ現金同等物って言うんですけど、現金と同じような、すぐこう現金変えられるような、流動性のある、流動性っていうのはこの現金からすぐできるっていう資産のことなんですけど、まあ現金と考えてもらえればいいかなと思います。最初のじゃあそれが普通の営業で得られるのが100万1000万100万1000万1億10億100億1000億なんで3000億と。で、3000億入ってくるのは素晴らしいですね。で、投資家、まず言うと、この営業キャッシュフローっていうのは多ければ多いほどいいです。吐き出ってこれはもう多ければ多いほどいいです。営業によって得られる収益、現金を生み出す力なんで。で、こっちのは、場合によりけりです。投資活動によるキャッシュフローっていうのと、財務活動によるキャッシュフローって 3つに分かれるんですね。営業活動によるキャッシュフロー、これはとにかく金額は大きい方がいいです。この金額か、この金額ですね。で、投資活動によるキャッシュフローはこれ、例えば、資産を買ったとか、こういう工場の設備を買うんで資産を買ったとかっていうのと、それは支出になるんですけど、あとはその資産を売った得た収入、定期預金の払い出しによる収入とか、株を売って得た収入とか、そういった資産をある程度大きな資産ですね、有固定資産とかを売ったり買ったりしたのになります。で、大体伸び盛りの会社っていうのはこれがマイナスになってなきゃおかしいです。設備投資をどんどんしていくんで、会社っていうのは前も言いました通り、成長期とかがあるんで、成長期までの会社、まあ成熟期でもここら辺は投資する会社はあるんで、
特に成長期と幼児期の会社はここがマイナスになってた方がいいです。どんどん投資して、あの会社を大きくしていくと、設備投資して大きくしていくと、まあ、そんなに設備投資する必要ない業種だったら、まあ、あえてマイナスじゃなくてもいいんですけど、基本的には大きくなるにあたっていろんなものが必要になってくるんでマイナスになると。それはこれから投資して、その営業活動が大きくなってくんで回収できると。でここでまあ買ったものがもう将来の収益を生まないもの、お金となって返ってもないものを買ったんでは、これはマイナスだとまずいんですけど。で次は財務活動によるキャッシュフローで、これは借り入れとかですね、返済とか社債ですね。社債っていうのは国じゃねえ、会社の債務、まあ借り入れと近いんですけど、まあ買う人を応募してその代わり利息を払うっていう借り入れに近いんですけど、一般の人から一般の人も買えるんですね、社債っていうのは。一般の人から金を得ると、まあ、そういうまた配当金の支払いとかそういうのもあって、まあ、これはマイナスプラスどっちでもその時によります。持ち分、これ投資活動はどっちかというとマイナスの方がいいかなと思います。設備投資していくん で財務活動によるキャッシュローはこれは場合によるけりですね。これは場合によるけりで、まあそんだけ現金があのプールしていくべきか返すべきかってことですね。借金をして、まあ、幼児期成長期はまあここで財務活動によるキャッシュフローでこうプラスにして得たお金を投資活動回していくっていう、ここをプラスにしてその分、借り入れとかで得たお金をこっちに回す投資、こっちがマイナスでこっちがプラスなんていうのがあの成長段階にはあるかなと。でまあユニクロある程度成長した会社なんで、ここら辺は借り入れを返済してるんですね。借り入れを返済して社債を返済したり、あと配当金を支払ったりとかしてるんで、まあこんだけマイナスと。まあある程度大きくなったらここはマイナスになった方がいいかな。まあ ものによります。資金がこれからまた何か使うんで必要だとか、潤沢にしときたいときはこれはプラスとかになってた方がいいかなと、マイナスじゃない方がいいかなって感じです。で結局その3つの活動によって増えた額ですね。これがでこれとこれを期首から、期首っていうのはその期の最小と増減額を足して、で、ここになるかなと。で、そこにちょっと為替の、外国のお金を持ってるんで、為替の影響も受けるんで、それも加味して、最終的には、こんだけの現金になるっていう感じですね。まあそんなところを見ながら、投資したらいいんじゃないかなっていう感じですね。他に余裕があればいろんなとこ見れたらいいと思いますけど、一つの会社をちゃんと見ると結構時間かかりますんで、なかなかあんま見れないと思うんで、最初のうちはこんな感じで見ればいいんじゃないかなっていう提案ですね。まあ全部見るのは本当に容易じゃないと思います。はい。で、あとは何だろう。まあそんな感じで、特に一番重要視してもらい、してるのはキャッシュフローなんですね、自分は。で、これ、どんだけ、こう、一番この中で3つに大事だっていうのは、営業活動によるキャッシュフローですね。ここでどんだけ現金をこう、稼げるかですね。大きいほどいいです。その現金で返したり借りたり、
まあ、借りて、それを投資活動に回していくと。で、また大きくなっていくなんていう循環がいいかなと思います。まあ、これが日本株の見方で、アメリカの、株は、エドガーっていうので見ます。さっきのは日本株で、日本株の場合、会社名入力して、有価証券報告書なんですけど、アメリカの株を見るときは、前もちょっと紹介したんですけど、エドガーっていうのをやります。で、ここに、アマゾンでもいいですし、なんでもいいっすね。あれ。で、アマゾンのフィリングスオンエドガーっていうのかな。一番上のでいい。で、な、これよく種類がわかんないですけど、まあ、ドキュメンツって左側のやつを見ていただいて、で、ここですね。ドキュメントの、この一番上のは表紙になってるんで、この2番目からだと思う。あれ、違った。これちょっとわかんないですね、まだ。あれ？あ、これかな？あ、これですね。これ日本語にできないかったようなキャスだな。あ、できた。これは Amazon ので、あ、これはあのキャッシュフローから来てますね。キャッシュフローが、が最初で、あんまちょっと見ないんですけど、でその後損益計算書ですね、利益を計算するやつですね。で、これがこれが貸借対照表となってます。はい。で、まあ、ここら辺を見て、少し、会社の利益だったりなんだりを判定していくと。まあ、そうですね。で、あとはまあ、キャッシュフロー計算書で、資金繰りがうまくいくかどうかとかも見た方がいいですね。お金がショート、お金がなくなっちゃうと終わりなんで、そこら辺はうまくできてるかなとか、そういうとこを見るといいかなと思います。ただまあこれも、まあ全部が全部なんですけど、まあこれ見て、全部がその通りいくかっていうと、株はその通り動かないケースもあるんで、なんていうかな、思惑とかいろんなのがあるんで、まあこれも目安とか、まあでもちゃんとこれで動く可能性は、あの PR、PBR とかよりもありますんで、ちゃんと利益が残せてる会社やっぱ上がってきますんで、一番大事なのは、概略でこので見ると、これが毎年上がってることが大事ですね。まあこれはもうユニクロなんで結構成長しきっちゃってるんで。まあここは下がっちゃったけど、上がってる、上がってる、上がってるとかっていう。もっと成長が著しい会社だとガンガン上がっていったりしますんで、まあ昔ですとニトリとかそういう会社でしたんで、まあすごい10倍とかに株価がなった会、すごい優良会社なんですけど、まあそんな感じで、そんなところを見るといいかなと思います。はい。じゃあ、有価証券報告書とか決算書の見方は以上です。はい。ありがとうございました。